参ります。1番2番参ります。はい、あれ2番ですよね今の。はい、3番。では4番参ります。はい、ラスト5番です。はい、では発表します。1番メジャーセカンド、2番パーフェクトフィフス、3番メジャーサード、4番パーフェクトフォース、5番マイナーサードでございました。はい、1番メジャーセカンド、2番パーフェクトフィフス、3番メジャーサード、4番パーフェクトフォース、5番マイナーサードでございました。はい、ではトライアドの展開形をやっていきたいと思います。はい、では参ります。1番2番参ります。
はい。3番。はい、4番参ります。はい、ラスト5番です。はい、では発表します。1番ファーストインバージョン、2番ルートポジション、3番セカンドインバージョン、4番セカンドインバージョン、5番ファーストインバージョンでございました。 1R221 でございました。はい。とりあえずパーフェクトフィフスまでのインターバルを練習してくださいという話をね、してたと思うんですけれども、それぞれのインターバルの特徴というのをね、掴んでいくのが大事かなと思っておりまして、例えばメジャーサードとマイナーサードはコードの中では明るい暗いを分けている響きですので、これメジャーサードですよね。こっちマイナーサードですね。それに比べてパーフェクトフォースとパーフェクトフィフスっていうところはですね、これ完全4度完全5度っていうふうに言ってるんですが、ここは明るいとか暗いっていう響きはなくて、共鳴しているので、そのなんていうか振幅が、なのですごいこう透き通った感があるんですよね。メジャーサードはこうなんか歪みがあるというか振幅を感じるじゃないですか。振幅っていうのは、こういうやつですね。ワン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 みたいなやつ、ワン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 みたいな、なんかこういう振幅を感じると思うんですけど、パーフェクトフォースとかパーフェクトフィフスはそういうのがないんで、オクターブもないですよね。はい、こういうところを特徴として捉えて欲しいなと思います。で、あとコツはですね、それぞれのインターバルで始まる曲を思い浮かべる、曲を見つけるっていうのがいいと思います。例えばパーフェクトフォースは結婚式のやつですよね。あとは多分蛍の光もそう。パーフェクトフィフスはキラキラ星のやつですよね。でメジャーシックスは、自分は酒バラっていう曲があるんですが、あれがはい、これのスタートがメジャーシックスっていう風に自分は認識していて、マイナーシックスはこれはですね、魔女の宅急便のやつがスタート、これなんですよね。でフラットセブンはあれ、これはジョージーだっけ、スティーリーダンのね、これの最初
はい、こんな感じで自分は覚えてるんですけど、他にも皆さんの馴染みのある曲で歌い出しがこれだとかイントロのフレーズこれだみたいなやつ見つけると、あ、これじゃないってすぐ識別ができるんじゃないかなと思っております。